フランシス・ブーオでは、カナダ、サンジャンシュールリシュ流ュ出身の男性フィギュアスケート選手。パートナーは、ネディーン・ワン、須藤スミレ、小川アミ。2015年、2016年全日本選手権、優勝。2013から2014シーズン、日本に所属し、小川アミとペアを結成。初出場となった全日本選手権のジュニアクラスで2位に入り、 初の国際大会である2014年ババリアンオープンのジュニアクラスで2位となる。2014から2015シーズン ISU ジュニアグランプリに参戦しタリンハイで4位、クロアチアハイで6位となる。2年連続で出場となった全日本選手権のジュニアクラスでは優勝を飾った。初出場となった世界ジュニア選手権では6位に入賞する。 2015年世界選手権でペアを解消した高橋成美、木原隆一組に代わり4月開催の国別対抗戦に出場することが決定する。初のシニアの国際大会となった国別対抗戦ではショートとフリーでそれぞれ6位となるがトータルスコアでは自己ベストを更新。日本は銅メダルを獲得する。2015から2016シーズン。 小型のペアを解散し新たに須藤すみれとのペアを結成した。全日本選手権で初優勝を果たし、ネスレ杯では国際大会で初めて優勝する。初出場となった世界選手権では SP で22位となり FS に進めなかった。2016から2017シーズングランプリシリーズに参戦。母国開催の NHK 杯では 最下位の7位ではあるものの自己ベストを大幅に更新した。世界選手権 SP では自身初となる SP60 点台の自己ベストを出すが、前年より SP 通過ラインが大幅に上昇し、17位で大会を終えた。2017から2018シーズン、全日本選手権は須藤の体調不良で欠場。2018年3月4日、須藤とのペアを解散し、 日本所属を離れることを発表した。2019年5月、自身のインスタグラムにてネイディーインワンと新しくペアを結成していること、すでに二人とも代表国変更の許可を取得済みで今後はカナダ所属として活動していくことを報告した。ありがとうございます。